つまりはな、上流家庭にブスはいらないってことなんだよ。だいたいあなたみたいな顔の悪い女性がマサトのような男性と一緒になれるなんて何を勘違いしてるのかしら。そんな風に好き放題言ってくる彼のご両親、私は言いようのない怒りが湧いてきた。わかりました、今日のところは帰ります。ですがそれだけ私や私の家族のことをバカにしたんですから、二度と私たちには関わらないでくださいね。泣いてすがってきても無駄ですよ。私の名前はみゆき、現在25歳の会社員だ。私の家庭は昔とても貧乏で、毎日ご飯に塩をかけて飢えをしのいでいるような家庭だった。父と母と私と妹の4人家族で、父の稼ぎはほとんど家賃だけで消えていく状態。母は病弱だったので、なかなか働きに出ることができず、小さい頃の私と妹はいつもお腹を空かせていた。だけど私の人生が変わったのは、小学校の授業で聞いたお金の話を聞いたことがきっかけだった。確かあれは普通の授業とかではなく、何かの特別授業だったと思う。それは学歴によって収入が違うというもの。そして学歴が高ければ高いほど高収入でたくさんのお金を稼げるという統計が出ているそうなのだ。それを聞いた当時の私は、勉強を頑張れば将来はたくさんお金を稼げて家族に贅沢をさせてあげられると単純な思考回路で自分の道を見出した。それからは私は起きている間はずっと勉強をしていた。そんなに勉強をしていたら熱が出て死んじゃうよと父が言っていたが、お金をたくさん稼げないなら死んだ方がマシよと、小学生らしからぬませた発言で一蹴。私はひたすら勉強を頑張って学校でいい成績を残した。母は毎回私がテストでいい点数を取るたびにとても喜んでくれて、私を褒めてくれた。母に褒めてもらえるのが嬉しくて、私はさらに勉強を頑張った。そして高校では入学時に成績優秀で特待生として授業料が免除に。高校でも勉強を頑張り、大学も私は特待生として授業料が一切かからない状態で卒業することができた。この経歴は就活にも十分に役に立ち、私は有名な大手企業に就職することができた。今まで勉強ばかりを頑張ってきた私にとって、言い方は悪いが、仕事というのは新しいおもちゃのような状態だった。そして勉強と違うのは、努力が必ずしも結果に結びつかないこと。だから間違ったやり方や方向で努力をしても全然結果が出ないのだ。これはとても面白いぞと私は思い、自分の強みを生かしながら仕事に応用するにはどうすればいいのかと毎日模索した。多分新入社員の時からこんなことをしているのはあまりいないと思う。私はいわゆるそういうちょっと独特な価値観というか性格をしているんだなと自分でも思った。だけどそんな私の変な性格を自分で肯定できたのは家族のおかげだと思う。みゆきは本当に努力家だし、自分の楽しいことを見つける才覚がすごいよな。父さんの自慢の娘だ。なんなら父さんに義務教育から教えてほしいくらいだ。父はそんな風に私のことを認めてくれた。いつも頼りない父だけど、どんなに貧乏でもずっと父が笑っているから、自然と私たちも笑ってしまい、なんか大丈夫だろうと思ってしまうのだ。だから私はきっかけはお金持ちになりたいと思って勉強を頑張り出したが、途中からは単純に勉強が好きになって頑張っていた部分が大きい。家族の生活を守るために必死でとかじゃなく、野球選手に憧れた子が少年野球にのめり込んで練習を頑張るような感じと一緒だったのだ。そして母は母で貧乏なことに特に不満を言うわけでもなく、何でも自分で生み出すのが得意だった。もともと服飾専門学校に通っていた経歴を持つ母は裁縫が本当に上手で、私と妹の服やらリュックやら筆箱やらは全て母の手作りだった。しかもそれが全てセンスがいいというか、とても可愛くて、学校でも周りの子たちからそれどこで買ったのと聞かれていたほどだ。妹は母に似てファッションに興味を持ち、母と同じように服飾の専門学校に通い始めた。
だから私たちは貧乏エピソードはたくさんあれど、とても心が豊かで楽しい日々を送っていた。それマジ？はい、そうですよ。余った学校給食パンを私と妹が持って帰って父と母にあげたことがあります。あはははすごいね。今日も先輩が私の話を聞いて爆笑する。私の貧乏エピソードはもはや滑らない話になっていて、私は気づけば社内では面白い人の位置になっていた。まあ学生の頃からも割といじられたりボケたりするタイプではあったかもしれない。きっと父のひょうひょうとした感じが私の DNA にも組み込まれているのだろう。会社員として仕事を楽しみながら職場の人たちとも楽しく会話ができているのは私にとってこの上ない幸せだった。学生の頃とは違う自由を手に入れたような感じだ。私は毎日が楽しくて仕方なかった。そんな中、私は運命的な出会いをした。それは会社の新入社員歓迎会でのこと。一次会が終わって新入社員だけで二次会をしようということになり、私はそこに参加していた。すると同期の男性の一人が、他部署の新入社員とも知り合ってるから呼ぶわと言って、他部署の新入社員の人たちも途中から合流した。その時に出会ったのがマサトだ。マサトは爽やかで整った顔をして、だけどチャラくなくて硬派な雰囲気だった。私は彼に一目惚れしてしまった。飲み会も進んでいくとみんな好き勝手に席を移動し始めていた。そんな時、マサトがトイレに行っている間に誰かがマサトがいた席に座り、私の隣が空いた。トイレから戻ってきたマサトはその状況を受け入れて私の隣の席へ。私は隣で心臓がバクバクしていたが、マサトは自然と話しかけてきた。みゆきさんですよね。とても優秀な方だと聞きましたよ。何でも高校も大学も特待生だったそうで。はい、学費タダなのは本当に助かりました。そこが一番に来ますか。すいません、うちの家庭はお金がない家だったので。そうだったんですね。それじゃあご家族を支えるために必死で勉強を。いえ、楽しかったからです。別に貧乏でも私たちは幸せでしたし。なるほど。なんかみゆきさんって不思議な魅力がありますね。え？私はいきなり彼にそんなことを言われてびっくりした。だが彼は真面目な顔でそんなことを言っている。どういう意味でその褒め言葉なのかわからなくて、それがなんだかおかしくて私は笑ってしまった。それからというもの、私は会社で彼と遭遇するたびに挨拶をしたり軽く雑談するようになった。彼は私に興味を持ってくれたのか、なんとある日食事に誘ってくれた。二人きりの場だと彼はいつもより柔らかい感じというか、紳士的だけどフレンドリーな感じで、なんか距離が縮まったような気がする。そして何度か食事に誘われるようになり、私はある日彼から告白された。まさか私のことを好きになってくれるなんて思わなかったのでとてもびっくりしたが、それ以上に嬉しかったので私は彼の告白を OK した。それから私たちの交際がスタート。彼は私のことをとても大事に扱ってくれて、デートもいろんなデートプランを考えてくれた。マサトと一緒にいるととても落ち着くことができて、温かく包まれるような気分になる。私はずっと彼と一緒にいたいと思った。そして彼も同じ気持ちだということを知った。私たちが付き合って3年が経った頃、マサトが私にプロポーズをしてくれたのだ。私は心の底から喜びを感じ、すぐにプロポーズに OK をした。こうして私たちは婚約したのだ。私たちは早速お互いの両親に挨拶をすることに。マサトは、まずは大事な娘さんと結婚させていただくのだから、みゆきのご家族に挨拶をしに行かなくちゃと言って、私の実家に来ることになった。私の家族は誠実なマサトのことをすぐに気に入っていた。マサトもマサトで、陽気な父とおしとやかな母を見て、とてもいいバランスの夫婦なんだなと、一緒に帰っている時に私に言ってくれた。そして今度はマサトの実家に行ってご両親に挨拶をしに行く時が来た。
これから嫁になる身として、ご両親の私への第一印象はとても大事だ。私はとても緊張しながら服を選び、美容室に行って髪を整えてメイクも頑張った。ファッションについては母と妹に細かくチェックしてもらい、万全の状態でご挨拶へと向かった。そしてご挨拶の日の当日、私は彼と一緒に彼の実家へ。そこは周りの家とは一線を画すほどの豪邸だった。付き合ってから知ったことなのだが、マサトの家はかなりのお金持ちで、父は経営者らしい。つまり彼は御曹司ということだ。だから会った時からとても気品あふれる感じが漂っていたのだろう。彼がインターホンを押すと、彼の母親が返事をし玄関を開けた。あら、マサト、よく来たわね。母さん、ただいま。こちらがマサトが連れてきた婚約者かしら。はじめまして、みゆきと申します。まあ、上がってちょうだい。彼の母親は私を品定めするような目で見ながらそう言った。最初から気に入ってもらえるとは思っていないが、頑張ってポイントを稼がないと。そして彼の母に案内されてリビングへ。ものすごい広くて豪華なリビングには、彼の父親がすでにいてソファーに座っていた。ああ、よく来てくれたね。どうぞお座りください。彼の父は丁寧な口調で私にそう言った。でもなんというかピリッとした空気が流れていて、これは社長面接かと思わせるような雰囲気だった。私がマサトの父だ。〇〇という会社を経営している。主人の会社はずっと右肩上がりで常に成功し続けているのよ。彼の両親は自分たちのステータスを自慢しているかのようにそう言った。それでみゆきさんはマサトと同じ会社で働いているそうだね。ということはそれなりに優秀なんだろうな。優秀も何も、彼女は会社で一番の期待株だよ。高校も大学も特待生だったし。はあ。私はマサトに褒めてもらえて少し照れてしまった。するとそれが気に食わなかったのか、彼の母親が驚きの発言をした。まあ、いくら学歴が良くてもね、あなたの顔がね、ちょっと不細工すぎるわよね。え？突然そんなことを言い出したので、私も彼も驚いてしまった。母さん、いきなり何言ってんだよ。マサトは私をかばうように怒ってくれたが、彼の母親は気にせずに続けた。私は事実を言ったまでよ。あなたも将来はお父さんの後を継いで社長になる身よ。だから隣に置く女性は美人でないと。彼の母の発言にマサトはさらに怒りをあらわにした。なんだよそれ、くだらない。俺は外見とか関係なく、みゆきの全てを愛しているし、彼女はそもそも顔は悪くないだろう。彼女を侮辱したことを謝ってくれ。マサトがヒートアップしてそのようなことを言ったので、彼の父親もプライドが許さなかったのか怒り返してきた。親に向かってなんだその態度は。母さんがお前のためを思って言ってくれていることがわからないのか。つまりはな、上流家庭にブスはいらないってことなんだよ。結婚は認め、さっさと帰りたまえ。そう言って私にしっしと手を振って追い出そうとする彼の父。父さんまでなんてこと言うんだよ。もういい、俺は父さんたちの許しなんていらない。みゆきとは勝手に結婚させてもらうぞ。ちょっと待て、そんなことは認めないぞ。そうよ、あなたはこの女にそそのかされてるのよ。顔は悪いけど頭はいいみたいだから、詐欺師のような手でマサトを洗脳しているのね。そうに違いないわ。君からもマサトに分からせてやってくれ。私じゃこの家には不相応ですと言えばいいんだ。だいたいあなたみたいな顔の悪い女性がマサトのような男性と一緒になれるなんて、何を勘違いしてるのかしら。そんな勘違い女に育てた親の顔が見てみたいわ。どうせろくな親じゃないんだろう。そんな風に好き放題言ってくる彼のご両親、私は言いようのない怒りが湧いてきた。わかりました。今日のところは帰ります。ですが、それだけ私や私の家族のことをバカにしたんですから、二度と私たちには関わらないでくださいね。泣いてすがってきても無駄ですよ。
私がそう言うと彼のご両親は高笑いした。誰が誰にすがるって。あなた本当に頭いいの？頭がおかしいの間違いじゃないかしら。私はそのようにバカにしてくる彼のご両親を無視し、お邪魔しましたと言って彼の実家を後にした。彼は私の後をついてきて、本当に俺の親がすまなかったと謝罪をしてくれた。いいよ、マサトはずっと私のことかばってくれてたじゃない。いや、それでも父さんたちの態度はひどすぎる。俺は母さんと父さんに幻滅したよ。ここ最近父さんはワンマン営業になっているし、なんだか社員たちとも意思の疎通ができていないようなんだ。傲慢になりすぎている気がするよ。まあ母さんはずっとあんな感じだから変化なしって感じだけど。そうなんだ。私はそんな家庭でこんな風にマサトが立派に育ってくれてよかったなと思った。あ、そういえば私の家族に二度と関わるなって言ったあれってもしかして。気づいた？私も私で正直な話ものすごい腹が立ってたの。だからあんなこと言っちゃった。でもマサトが嫌ならやめるけど。うん、一度父さんたちは痛い目を見ないとダメだよ。容赦なくやっちゃってくれ。私は彼から承諾を得たので、あることを実行することに。私はとある会社の社長室にいる。お父さん、そろそろ電話が来るかな。そうだろうな。あ、来たぞ。はい、もしもし。父が電話を取りスピーカー状態にする。あ、もしもし。どういうことですか、いきなり契約を解除したいって。残念ながら御社と契約を続けたくない事情ができまして。それは一体何でしょうか。だってあなたは私の娘や私たち家族のことをバカにしたんですよね、マサト君のお父さん。え、結婚の挨拶に伺った時に娘が世話になったそうですね。まさかあなたの娘さんだったんですか。ええ、私の可愛い大事な娘です。それをあなたは不細工だなんて。申し訳ございません。なんとお詫び申し上げたらよいのやら。謝罪なんていりませんよ。私は絶対にあなたのことを許しませんから。私自身のことをけなすのは百歩譲って許しましょう。私は確かにろくな親じゃなかったですから。だが娘のことを罵倒されたのは絶対に許せない。職権乱用だろうが感情的になるのはいけないと叩かれようが気にしない。我が社は今すぐに御社との契約を解除させてもらいます。そんな重要取引先に契約を解除されたら私の会社は。そんなの知りませんよ。あとは誠実に生きて人の容姿をバカにしないような人格になればいいんじゃないですか。そう言って父は電話を切った。お父さんありがとう。スカッとしたよ。ついつい感情的になっちゃった。ごめんね、マサト君。君のお父さんにあんな態度を取ってしまって。いえいえ、気にしないでください。父にガツンと言ってくださって僕もスカッとしました。実は私の父は現在 IT 会社を経営している。昔から父はパソコンが大好きで、自らパソコンを作るほどのパソコンオタクだった。母と付き合っていた頃は自分の欲求を抑えて会社勤めをしていたそうなのだが、母に本当はもっとやりたいことがあるんじゃないのと言われて、思い切って会社を辞めて好きなことに没頭し始めたのだ。私や妹が生まれてからはとりあえずの収入として近所のパソコン教室の講師を短時間バイトとしてやっていたのだが、それ以外の時間はずっとパソコン作りに勤しんでいた。やがて父は安価で高性能なパソコンを作れるようになり、知人や友人たちがそれを欲しいと言ったので格安で売るようになった。すると口コミでどんどん広まっていき、受注がたくさん来るようになった。ここまで来ると商売にするしかないということで、父は会社を立ち上げてパソコンを売るようになったのだ。そうしてたくさん売れていって資金がたくさん入るようになると、さらにそれをパソコンの製作に投資し、より高性能の製品を作ることに成功。気がつけば会社の規模も大きくなって、いろんな企業と取引をするほどの大きな企業に成長していったのだ。だからといって父の性格は全然変わらず、
今も自分のやりたいことに熱中している日々だ。そのため私も自分がやりたい仕事について自分の夢を追っている。私たちはどんなにお金持ちになっても昔の貧乏だった頃と変わらない心を持っているのだ。マサトの父親は私の父の会社から契約を解除された原因が自分にあるということが株主に知れ渡り、社長を解任となったらしい。その結果彼の父は一転して無職となってしまった。彼の母親はそのことを認めたくなくて生活水準を変えなかったため、どんどんお金がなくなっていき、あの豪邸まで売らざるを得なくなったらしい。そしてある日、彼の父は私の父のもとに泣いてすがりに来た。だが父は決して許すことなく、娘にも二度と家族と関わるなと言われただろうと言って彼の父を追い返した。彼は彼の両親と縁を切り、私の家に婿入りをした。現在父の会社を継ぐために父の会社に転職してバリバリ働いている。私が彼に無理して私の代わりに父の後を継ごうとしなくても、本当にやりたいことをやってもいいんだよと言うと、彼は君がやりたいことをやり続けられる環境を作り続けることが俺のやりたいことなんだと言ってくれた。そして私たちは無事に結婚、今は夫婦仲良くとても幸せな日々を送っている。とても素敵な彼氏さんですね。また主さんの家族もみんな魅力的な人でした。彼のご両親は調子に乗りすぎてしまったみたいですね。成功やお金に執着しすぎると人間性格がねじ曲がってしまうのでしょうか。何はともあれ主さんが幸せをつかむことができてよかったです。これからも夫婦仲良く楽しく毎日を過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。